大阪市立小三小学校は、大阪府大阪市住吉区にある公立小学校。明治時代初期の学制発布に伴い、1872年に住吉郡20数か村を校区とする住吉郡第2区第1番小学校が創設された。翌1873年には、住吉郡神田村の再興時に、住吉郡第2区第2番神田小学校が開設された。さらに1874年には、住吉郡安比古村の円満寺に、住吉郡第2区第5番安比古小学校が開設された。神田、安比古の2校が、伊良小学校の起源となっている。安比古小学校は1884年に山ノ内村、近隣寺に移転している。1886年に、神田、安比古の2校の合併により伊良小学校が創設された。当初は、安比古村、引接寺に校舎を設置していたが、1892年5月5日に、現在地に校舎が完成して移転した。同日を、創立記念日としている。また小三村から、長井村が分離した際、長井村を校区とする、長井尋常小学校が1895年に、独立開校している。明治時代、大正時代を通じて高等科は、住之江村の住之江尋常高等小学校に委託していたが、1924年に高等科を併設した。高等科は1944年、住之江小学校に統合される形で廃止されている。1941年の国民学校令により、大阪市小三国民学校に改称した。太平洋戦争の戦局悪化により、1944年以降、学童疎開を実施することになり、小三国民学校の児童は、泉北郡西東木村に疎開した。しかし疎開先も空襲の危険が出たとして、1945年5月には、島根県の宜郡に再疎開している。集団疎開は、終戦後の1945年10月まで続いた。また、児童のいなくなった校舎には1944年以降、大阪海兵団が置かれた。1947年には学制改革により大阪市立小三小学校に改称した。1950年代以降地域の宅地化などに伴い児童数が急増した。校舎の増築や二部授業の実施、地域の施設を教室として借用するなどの対応が取られたが、従来の校区の一部を周辺の新設校に分離する形で課題規模を解消した。ありがとうございます。